エゾマツ島の信用樹脂体の原生林に囲まれている国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成アカンカルデラ周辺の地形図とオンネ島の位置本湖の右がメアカン岳北側にある湯の滝黒っぽいものが酸化ガン。オンネ島は北海道アショロ郡アショロ町東部のアカンマ州 国立公園内にある湖である。名前は、アイヌ語で、年老いた沼あるいは、大きな沼の意味。メアカンだけの噴火により、最六のラワン川の流れが止められてできた関留湖で、ある。湖水は、酸性で、魚類はいないが、エゾサンショウウオとザリガニが生息する。湖面が刻々と色を変えることから、五色沼の別名もある。 波のない時はメアカンだけとアカン富士を映し出す。アカン湖から近い湖沼だが、流出河川のラワン川は、西方の十勝方面へと流れる。オンネ湯の滝は、オンネトウ湖の南東方向にある二つの滝である。天然記念物、日本の地質百選の一つである。落差30メートル、標高800メートル、分岐爆。 地質はメアカン岳火山の安山岩溶岩第四期更新よ。メアカン岳とアカン富士の再六の赤江戸松林市内に位置し、メアカン岳由来の温泉水が湧き出て、高さ20メートルほどの二畳の滝となって、安山岩溶岩の崖を流れ落ちている。かつては、滝の上の池が天然の露天風呂として利用されたが、微生物によって酸化マンガンが生成される現象が、 発見され、保護のため入浴禁止となった。無料の露天風呂が別に作られたが、それも入浴禁止となった。1953年頃、あたりにはマンガン鉱山があり、3500トンのマンガン鉱石が採掘された。北海道大学の張ヶ谷教授が、形成中の交渉であることに気づいた。1989年に、 学術調査が行われ、温泉水から微生物がマンガン鉱物を生成する生きている交渉であること、それは陸上においては世界唯一の場所であることが分かった。マンガン鉱物の石質は数千年前から継続していると考えられ、近年では年間1トン程度を生成している。1992年にはバンコク地質学会議の出席者らによる視察、 1995年には、日独共同研究講演会が行われた。翌年、滝の近くに小屋などが設置された。2000年9月6日には、温根ネ油の滝マンガン酸化物生成地として国から、天然記念物の指定を受けた。1985年頃より、人為的に池にナイルティラピアが放流された。その後も、 グッピーなどの熱帯性淡水魚が放流され、それらの魚が越冬を繁殖して、藻類を食害し、マンガン泥の生成量が減少してしまうことが問題視されるようになった。1999年より、毎年ポンプで池を排水して数千匹の外来魚を駆除するなど大掛かりな対策が実施されたが、熱帯魚の根絶には至らなかった。2010年には、 環境省職員らがティラピア1800匹、グッピー7500匹を捕獲している。環境省は温泉水をホースで迂回させるとともに、沢の冷水を流し込んで熱帯魚の生息に適さない水温に下げる対策を実施。温熱湯の滝における外来魚根絶の判断基準の第一段階を平成29年度末までに達成。 平成30年10月までに再確認、捕獲がなかったことから2019年1月22日に開催された評価会にて第2段階の達成を確認。野外に定着したナイルティラピア、グッピーを駆除事業により根絶させた全国で初めての事例となった。マンガン酸化物が沈殿するための3条件がある。湧き出る温泉水が 上二つの条件を満たし、残りの条件は、崖にある糸状藻類が、マンガン酸化バクテリアに有機物を供給することで満たしていると考えられる。泉元と滝斜面のシアノバクテリアが、光合成によって、酸素を放出し、マンガン酸化菌がその酸素と、温泉水中のマンガンイオンよりに酸化マンガンを生成する。生成された二酸化マンガンは、霊状となり、 池や滝の周囲に溜まっている。オコタンペコ、シノノメコとともに、北海道三大彦の一つとされているが、湖畔には散策路が設けられ、国雪や平場もあるなど、他の二つと比べると、周辺の整備は進んでいる。晴れた日の太陽が斜めに刺す、午前中は湖面がコバルトブルーに染まる。北東に約2キロメートル進んだメアカン温泉には、 国民宿舎とユースホステル、民宿がある。オ根東野営場とメアカン温泉は、メアカンだけの登山口となっている。アショロ市街地から東へ、約50キロメートル。国道241号、北海道道949号オ根ネ島線、北海道道664号モアショロゲニアラワン、アショロ停車場線を経由する。 道道664号のアショロ寄り区間は一部、未舗装道路となっており、福音が狭い。陶器は一部区間が、通行止めとなる。下機は、アカン湖畔からバスが運行されている。オンネ島の滝は、オンネ島湖の南にある駐車場からの遊歩道を歩く。滝の付近に、小屋、トイレもある。なお、一帯は、ヒグマの出没地域である。 女灯油の滝に関するカテゴリー。女灯油の滝マンガ岩ン酸化物生成地に関するカテゴリー。ありがとうございます。